皆さん、本日はワールドキャンサーウィーク2022にご参加くださりありがとうございます。キャンサー X が主催するワールドキャンサーウィーク2022。キャンサー X の X には掛け合わせる、変えられる、過去にする、この3つの意味が込められています。キャンサー X を立ち上げて4年が経ちました。過去3回のサミットにてがんに関する多くのことを発見し、議論を重ねてきたことで、活動の輪を広げることができました。皆さんとの関わりで得られた学びと気づきを整理し、次のアクションに生かしていくために、2022年は Exchange Ideas and Sharing Views をテーマにしています。そして今年は、がんと言われても動揺しない社会を作るために達成すべき18のこと、キャンサーアジェンダを発表しました。このキャンサーアジェンダは、これまでの議論を踏まえた、がんと言われても動揺しない社会を作るための、今、達成すべきことのリストです。異なる視点を持つ人々が、同じアジェンダを認識することで、互いに協力しやすくなることを期待しています。この後のセッションでは、どんな視野、視点が見えてくるでしょうか。登壇者の皆さん、どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、よろしくお願いします。今日はキャンサー X ジャム抗がん訓練を作ろうという去年の、イベントから発生して、私たちの有志で1年間やってきた抗がんマップができるまでの発表をさせていただきます。モデレーター役を、させていただくマリコ・ラベンダー・ジョーンズと申します。よろしくお願いします。で、このグループ、横山太郎先生の旗振りのもと1年間やってきましたので、まず最初に太郎先生をご紹介というか自己紹介していただくことになるんですけども、キャンサー X の社員メンバーでもいらして、緩和ケア在宅開業医をなさっている横山太郎先生です。ちょっとじゃあ一言よろしくお願いします。あ、どうもこんばんは。今日は皆さんお忙しい中ありがとうございます。キャンサー X の、横山太郎で、普段は横山院在宅緩和クリニックというところで緩和医をしています。主に患者さんのお家に行って、緩和医療を提供するということをしています。で、今回、私たちのこの、抗がんマップというのは、この後も話があるのですが、今回、キャンサーアジェンダ、この後事務局がチャットに、貼っていただけると思うんですが、それの、11番ですね。誰もが必要な時に適切ながん情報を得られるようにするというものを目的に作っています。そこと、まあ、難しいところです。今貼り付けられましたね。そこにアクセスしていただいて11番を見ていただくと、今回の今日のセッションとすごく親和性のあるものだというのが分かっていただけると思います。また今スライドに出ているのは、今年我々キャンサー X が行った社会調査でして、この医療を選ぶときのこの情報に不安があるっていう人たちがかなり多くいらっしゃったという結果も出ています。実際この後発表する中でも出てくるのですが、メンバーの中からも実際病気をしたとき、もしくは僕みたいに普段臨床をしていて患者さんと接しているときに、その情報にどうしてもこううまくアクセスできない人たちがたくさんいたといったところから、それが解決できないかという思いで、この抗がんマップというものを作りましたので、この経過も含めてこの後発表していただこうと思います。本日はよろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。はい、では後ほど発表を主にしてくださるアキさんが多分このスライドで自己紹介をしてくださると思うので、アキさんよろしくお願いします。はい、皆様こんばんは。声は聞こえてますでしょうか。アキと申します。本名菅野アキ子と言いますが、私たちのチームではニックネームで呼び合っていたりします。で、私は、乳がんと子宮体がんを体験したことがあります。
で、乳がんの時には今でいう綾世代でしたので、まあ、その治療とですね、それから仕事の両立というのをちょっと悩みながらしたという経験を持っています。で、さてですね、防がんマップについて、私たち1年いろいろやってきたんですが、それがどういったものなのか、それから私たちがどういうふうにこのマップを作ってきたかというのを今日お話ししたいと思います。最初に防がんマップのことを少しお話ししますが、これ、がん迷子にならないためにという副題がついています。私たちのこのマップ、まず最初に思ったのは、がんになるともうとてもすごい量の情報の波の中でもう溺れそうになって、なかなか正しい情報にたどり着けないよねっていうことをみんな言いました。そして私たちももちろん経験があるんですけど、今そしてこれから迷子のようになるような方、そういうがん患者さんやその家族の方に、良い情報を届ける、そういった道しるべのような、そういったマップを、作りたいな、がん迷子になる人を一人でも減らしたいなということで始まったのがこの防がんマップです。で、最初にちょっとご説明したいのが、防がんって聞くと、あ、がんを予防するようなものなのかなとか思われる方もいらっしゃると思うんですが、私たちの防がんという言葉には予防という意味はありません。それから例えば、防災マップのように、がんを災害に例えてるっていうようなことを思われる方もいるかもしれないですが、私たちはそういった意味も全く考えていません。防がんというのは、あらかじめがんに備えてがんと、共に生きていくための、そういう、考え方、これを防がんと呼んでいます。で、私たちのこの活動はちょうど1年前、去年のワールドキャンサーウィーク2021で、キャンサー X の、セッションの中で情報というものがあったんですが、そこで出たアイディアから始まりました。そして3月にですね、分科会というか、その情報で出た防がん訓練というそういうアイディアをどういう形にしていったらいいだろうというアイディアソンがありまして、ここで、初期のメンバーが集まりました。そして、5月にですね、その初期メンバーがそれぞれ、いろんなチームがあったんですけれども、それぞれそれまでの経過を発表して、で、私たちは、チーム6という6番目のチームだったんですが、その発表の結果、さらに新しいメンバーが加わって今の形になりました。で、それからですね、半年少し月1回のウェブミーティングを行ってきました。メンバーこんな感じです。いろいろ医療者もいれば、それからがん体験者もいて、でそのがん体験者もさまざまな経験や職業、暮らしを持った人たちが集まっています。で、私たちのチームの特徴は、実はここにいる人たちは、まあ、一部それぞれリアルで会ったことのある人もいるんですが、ほとんどはお互いにリアルで会ったことがなくてですね、オンラインだけでつながって、ずっと作業をしてきました。で、本当に強制的じゃなくて、本当みんなボランタリーに緩やかに集まっているという、そんな特徴があります。で、これがこの1年、大体こんなことをしてきましたという流れですけれども、こんな風に毎月オンラインの、ミーティングをしながら、まあ、最初はそれぞれ見知らぬ同士なので自己紹介をしたりとかですね、でどんな風なマップ作りたいんだろうというそういう最終像の共有をしたりしながら、そこから始まって、でそれぞれ病気になった時困ったこと、診療した時に困ったこと、そういったことを集めて、でじゃあマップにどういった情報を載せるのがいいのかなとか、デザインはどうしたらいいのかなっていうようなことをずっと1年してきました。でこれは、東京の地下鉄の図なんですけれども、一番最初のアイデアはこの地下鉄図っていいよねっていうところから始まりました。もう地下鉄ってとても入り組んでるんですけれども、ただそれぞれの色をたどっていけば行きたい目的地に行けるっていう、そういう図だねっていう話です。でそれからですね、
こういった形になりまして、ここでは項目が分かれていて、それからそれぞれに QR コードが入っています。 QR コードがあれば、例えばパソコンとかをあんまり使いづらい方でも、今 QR コードを読み取って、何かを見るということは割とできやすくなっているので、そういった方にも届きやすいかなというアイディアです。そして、そこからですね、このように、ロードマップ、道のようになったらいいねと、がんの治療っていうのは本当さまざまな過程を経ながら、道のように進んでいくよねという話で、こういったマップのイメージができました。そして、見てくださった方が少し和んでいただけるような、こういったイラストなんかとか温かい色合いがあるといいねというような話をしていました。でこれは、途中のブレストの様子なんですけれども、こうやってみんながいろいろ困りごとですとか、こういったことを入れた方がいいんじゃないっていうようなことをどんどん持ち寄って、これも全部ウェブでやったんですけれども、オンラインで話し合いをしていきました。これちょっと話し合いをしている途中の図ですが、これはどういったサイトの情報を載せたらいいかなっていうのをみんなで話し合っている様子です。こんな風に、オンラインでのミーティングっていうのを重ねてきました。で、割とここではかなり整理されてきて、それぞれの項目もこんな風にしたらいいなとか、項目につける文章これがいいよねみたいな話が進んでいます。で、ここでですね、私たちはプロのデザイナーさんに、入っていただいて、私たちのデザインをアップデートしていただきました。で最初にはこういった案が出てきました。そして、こんな案も出てきました。で、最初の案から私たちもいろいろアイディアとか、こんな風にしてほしいという希望を入れてですね、でデザイナーさんがどんどんそれに応えてくれて、マップが進化していってます。で、これがですね、現在プロトタイプと私たち呼んでますけれども、今私たちが作ったマップになっています。それぞれですね、QR コードが入っていて、項目もこんな風になりました。で、その QR コード、例えばなんですけど、一つを飛んでみると、情報の集め方っていうところを飛んでいくと、こういったページに行きます。シンプルなページなんですけれども、ここから私たちがご紹介する、知っておいてほしいと思うサイトに飛べるようになっています。で、このシンプルなページは、もうどんどんこれからですね、改良して変えていくことができるようになっています。で、ボーガンマップ、携帯なんですけど、まず私たちは A4 サイズの印刷物作りたいなって考えています。で、先ほども言いましたけど、QR コードを読み取ってもらって、サイトにつながっていっていただくと。で、プロトタイプを作った後も、どんどん進化させたいなっていうのも考えています。それから、できれば今後はインターネットのサイトも作れるといいねっていうような話をしています。でですね、今日皆さんにたくさんこれを聞いていただいていると思うんですけども、後半のオープントークでは、この、今私たちが作ったプロトタイプをどうやって皆さんに使ってもらったらいいのかとか、どういったところにおいて広げていったらいいのかとか、そういったこと私たちも考えているんですけれども、いろんな意見をたくさんお伺いしたいなと思っています。なので、一緒にこのボーガンマップを盛り上げていっていただけるような、そんな仲間を募集したいなという気持ちで、今日はこの会を開いています。ということで、はい、ではマリコさんにお渡しします。はい、アキさんありがとうございます。で、マイクオフでお願いしますとあるのですが、もちろん、こちらで質問などをいただいたときに、具体的にもうちょっとお願いしますとかっていうことをお願いしますので、その時はカメラじゃなくてマイクオンでお願いします。で、一番最後に
この録画をしているのは多分キャンサー X 内の資料として登録の方にシェアするっていうことだと思うんですが、そういう顔出しがダメな方はカメラオフで結構です。で、質問とかコメントがもしありましたらどんどんチャットの方に書いていただけたらと思います。で、質問していただくとき、なんかいっぺんにズームで話してしまうとちょっと混乱するので、手を挙げるという機能がありまして、そちらを使っていただけたらば、誰々さんお願いしますという形でお声掛けしたいと思います。使い方は、コンピューターの場合は下の方にリアクションっていうニコニコマークがありまして、そこをクリックすると、手を挙げるっていう小さいメニューが出てくるので、それをクリックしていただくとこう手のマークが出て上の方にお顔が出てくる、お名前が出てくるようになります。携帯とかタブレットの場合はそのリアクションが上だったか下だったかちょっと私も定かじゃないんですが、端っこのどこか上か下かの端っこの方に行くとやはり同じようにそういう小さいメニューが出てくるはずですので、そちらの機能を使ってください。どうしても分かんないという方はもう挙手していただいたらみんなで目を使って、探していければと思います。そこの辺はグループ6の、チームの皆さんちょっとお願いします。で、そうですね、もしできる方は画面、お顔をお出ししていただいて質問していただけたら嬉しいです。で、質問は、できれば1分以内ぐらいに簡潔にお願いします。で、これは、どんな話し合いの場合もそうだとは思うんですけども、相手を傷つけるような言葉とか、なんかネガティブな質問コメントっていうよりは、なるべく前向きな明るく、質問をしていただけたら私たちも嬉しいです。そんな感じで楽しくお話しするためのルールと させていただきます。で、だいたい30分ぐらいは質問の時間、お話の時間、雑談の時間もあると思いますので、チームのみんなも交えながら今日聞きに来てくださって皆さんもご自由に意見を言っていただけると、今後このマップどんどん発展させていただきたいと思っていますので、ご意見を聞かせていただけるととっても嬉しいです。ということで、なんかでもこういうのって一番最初に唇を切るのが結構勇気いるんですよね。なのでチャットの方に書いていただけるといいと思います。その皆さんが考えたり書いたりしている間に、もしよかったら、このチームメンバーの皆さん、どなたかお話ししていただける方がいらしたら嬉しいなと思います。なんかこれってアッキさんが最初におっしゃってましたけれども、みんな手弁当っていうか、それぞれ他のお仕事とかご家庭のことがありながら、でもやりたいからみんなが集まって1年間続けてきたプロジェクトだと思うんですね。で、途中入ってきたタイミングっていうのもそれぞれ皆さん違うし、私自身もちょっと出られない月があったりとかしてるんですけど、なんかみんながこうお互いにサポートし合ってここまで形にできたっていうのはすごく個人的にはなんか感慨深いなって思っております。オグちゃんとか初期メンバーだと思うんですけど一言いただいてからご質問の方にもう行きたいと思います。いきなりさせてごめんなさい。ありがとうございます。長野県から参加しています、おぐちと言います。はい、おぐちゃんです。この今あきさんが説明してくれた通り、防寒というのの意味合いというのにはすごくいろんな皆さん の印象とかあると思うんですが、説明にあったように本当に、がんに罹患したり告知を受けた時の迷子になった気持ちが、このマップがあったら正しい情報にたどり着けるっていうのが、とてもすごくその目的がいいなと思ったので、このまま1年ほどですかね、参加させていただいてきました。で、この QR コードで直接正しい情報に行けるっていう、この今の黄色い私たちが背に背負っているマップの裏には、またいろんな深いことを考えていることもあったりするので、そのあたりをちょっと太郎先生にもお話聞きたいなっていうふうに思ってるんですが、マリコさん、そうやって振っちゃってもいいですか？どうぞどうぞ。はい、じゃあそうですよね、旗振り役、太郎先生、お一言。なんか今チャットでなんか質問を返すわけじゃないですけど、このテーマ
多分どうやって広げていきたいかとか、多分スライドでわーって流れちゃったので、どんなことを僕らが聞きたいかがこう分かってないのかなと思うので、流れちゃったと思うんで、なのでその3つのテーマみたいなところをご紹介いただくといいのかなと思うので、コピペして貼れますかね、スライドのやつ。そうですね、まあ、まず一番僕たちが知りたいのは、このマップができました。で、まあ、まだ完成ではないんですけど、今後も見込んでいく中で、まあ、これをやっぱりただ作って自分たちで持ってても、そのさっき言っていたこう新しく病気になったり困ったりする人たちに届かないと思うので、まあ、どんな感じで広げていけるような案があるかななんていうのは、ぜひ皆さんから聞いてみたいなと思うんですが、これここに置いたらいいんじゃないなんていうのは率直にあったら、本当にコメントでもいいのでいただけたらなっていうふうに思います。残りの2つに関してはこの後チャットで貼っていくようにしますので、よろしくお願いします。で、まあ、私個人はやっぱりこう、もともと今は在宅でその緩和医療を提供していますが、その前は緩和ケア病棟や緩和ケアチーム、その前は抗がん剤治療医だったんですけれど、まあ、そうすると患者さんがこういろいろなところで自分で調べてきて、こうこれってどうですかって聞かれることが結構多い。こう一生懸命調べているので、なんかこううーと思ってもなかなか伝えなかったりする。じゃあどこをね、初めから調べればいいのかって分かってたらすごくいいんじゃないかなと長年思ってたので、まあ、そういったものをまとめたというのが今回の防がんマップになります。あ、皆さんありがとうございます。コメントいただいてます。いいでしょうか。はい、マキミさんお願いします。あさこさんから、せっかくできたマップですが、このような情報が浸透していくためにポータルサイト的なもので統括して広がれば良いと思います。がん拠点病院の情報センターとか。はい、ご意見いただきました。ご意見ですね、これはね。はい、はい、ありがとうございます。あのポータルサイト的なものを作っていきたいなっていう希望があります。でそこに関してはやっぱりいろいろ費用もかかってくることなので、そういうことも含めて今後、まあ、どうしていこうかなっていう状態で今いるかと思います。なんか他メンバーの皆さん、なんか補足ありますか。どうですか。うん、マップを、質問が、うん、マップを詳しく見たいっておっしゃってますね。うん、そうですね。あ、見れませんか。はい、それに関してはまだプロトタイプということで、ちょっとまだデザインも含めて完全な第1話バージョン1まだできていないということで、それができた時点で、ご案内する予定ですね。それはキャンサー X を通じてになるんでしょうか。うん、あとは最後にご案内する予定だったんですけども、アンケートを記入していただいたときに、そこで希望しますとかっていうことでご連絡することもできるかと思います。はい、いろいろ質問がちょっといっぱい出てきておりますね。はい、次の方行ってよろしいでしょうか。ミミミさんから、メンバーも多様な立場の方々だと思いますが、それぞれの立場でこのアイデアをまとめていって、何か気づきや新たな視点、視野は広がりましたか。はい、すごく良い質問で、でも大きな質問だと思うんですけど、それぞれの立場でアイデアが広がり、気づきや視点、広がりましたかということで、メンバーの方でお一人お二人、お話できそうな方いらっしゃいますか。結構このメンバーも医療者の方も数人、そして、私とかアキさんのように体験者の人も何人もいて、あとそのゴーピアサポートっていう活動をなさっている方々も何人もいるんですけども、千代子さんお話できますもしよかったら、体験者でもあり、ピアパスサポートもなさっているということで、はい。はい、ですね、私はピアサポートもしておりまして、あとは小学校でがん教育のお手伝いをしているんですけれども、こういう
迷子にならない、防がんっていうと、やっぱりがんを防ぐっていうふうに傾いてしまうと思うんですけど、がんになると、すごくいろんなびっくりしたことがあって迷子になっちゃうんだよっていうことを常々話していたんですが、こういう A4 1枚の子どもでもみんなわかるようなマップがあれば、あ、こうやっていろんなことが起こるんだ、アクセスできるんだっていうふうにみんなが考えてもらえるんじゃないかなっていう、普段話していることを実際のものに落とすっていうのが非常にいろんな考えが広がって、イメージが具体的になって人に説明しやすくなるなと思いました。はい、ありがとうございます。どこに置いたらいいかっていう意見の、メッセージもいただいてます。いいですか、はい、言っちゃって、はい、私たちチーム内では検診会場とか病院、あとファストフードの、トレーの上に置く紙なんかで置かせてもらえたらいいねっていうような意見も出してたんですが、聞き専ゴンギツネさんから区役所、地方だと農協は人が集まると聞いていますというご意見もいただきました。であと奥山さんからはがん検診後の配布物として自治体に協力していただくのはいかがでしょうかっていただきました。うん、いいですね、ありがとうございます。特にがん検診のところはそうですよね、そこでがんじゃなかったって思った方もやっぱり結果を待ってる間って一番ドキドキ嫌な時間だと思うんですけど、その時にこういうのを見ていただいておくと、例えばご自分がならないのに越したことはないんですけど、もし万が一って時に思い出してもらえるかなっていうのはあります。はい、あとメンバーの秋さんどうぞって私が言っちゃった、すいません大丈夫です。キャンサー X 事務局さんからチャットに貼り付けがあったんですけども、今日のイベント終わった後に皆様にアンケートをさせていただく予定になってます。でそちらで例えばプロトタイプの配布が始まったら防がんマップ欲しい方は連絡先を入れて教えてくださいとか、あとこれ一緒にやってみたいなと思う方はご連絡先お願いしますといった項目もありますので、先ほどですね、ぜひプロトタイプ欲しいと書いていただいた方もありましたが、そちらの方に連絡先を入れていただければと思います。お知らせでした。はい、ありがとうございます。でメッセージで、はい、いっぱいもらってます。そうですね、足立さんとか看護師さんからは病院にも置きたいっていう外来とかがん支援センターっていうふうに言っていただいてます。でなんかこう足立さんとかお声出せますかね、厳しい聞きセンスかね。はい、足立です。どうもありがとうございます。コメントすごい素敵なマップだなと思って見させてもらってます。ありがとうございます。なかなか正しい情報っていうのが患者さんに伝えるっていうのが難しくて、インターネットを開くとすぐ第一番にやっぱり営利目的ながん治療っていうようなことがトップに上がってきているようなことを感じているので、やっぱり正しい情報が伝わるっていうのが本当に必要なことだなというのを日頃感じています。ありがとうございます。ありがとうございます。でその後にも先ほどのプロトタイプもう一回じっくり見せてほしいって話だったので、ちょっと僕からも共有しましょうか。じゃあ今共有できるよ。共有できてるかな。はい、ありがとうございます。太郎さん来ました。はい、こんな感じで、僕たちどんな感じでやったかっていうと、みんなが困ったところを全員で集めました。で集めたらめちゃくちゃいっぱい集まってきたので、じゃどれが一番大事かなっていうので、とりあえずじゃあ8個順位をつけようというので集まったのがこの8個です。情報の集め方、お金、がんを見つける、検診とか検査のことですね、病院の選び方、就労、相談できる場所ってどこにあるのか、補完代替療法、あと治療みたいな感じで集めてみて、でこれの特徴はこの QR コードを飛んでいただくと、その先にまたリンクが貼ってあるんですけれど、そのリンクわざわざ長くしてます。でそれ なぜかっていうと、こうホームページ紹介しても一番初めのトップページに行くと、なんて言うんだろう、そこからまた自分が欲しい情報がどこにあるかってなかなか探しきれないなと思って、外来でも
ホームページいいですよなんていうふうに言って、次の週見ましたかというと、どこ見ればいいか分かりませんでしたって結構よく言われてたので、で逆にその外来ではなかなかここの URL って言えなかったりするので、今回はこの防がんマップでは、時々見返さなきゃいけないっていう欠点もあるんですけれど、 QR に飛ぶとそのまとめのサイトが何個か載っていて、しかもそのまとめのサイトは飛ぶと本当に情報の集め方にここを読んでほしいといったところに飛ぶようになっているのが特徴かななんていうふうに思ってます。何度も先ほどからアナウンス出ていますが、これもう少ししっかりこの飛んだ先もしっかり作り込んだら皆さんにぜひお渡ししていきたいなと思うので、アンケート書いていただけたらななんていうふうに思います。なので、これわざわざ A41 枚でコピーできるようにしたっていうのは、つい最近僕も食道が荒れてしまったのか何なのかで病院行った時に、こうクリアファイルを1枚渡されて、次あそこに行ってくださいみたいなところがあると思うんですけど、その中にこう挟み込んでいただけるようになったらいいんじゃないかななんていうふうに思っていたので、ぜひ足立さんもあとこの、病院で見ていきたいという人たちはぜひこの後ダウンロードしていただいて渡していただけたらななんていうふうに思います。でなんかこうイメージ的にですね、今実際まだダウンロードできないようにしちゃってるんですけれど、完成形じゃないので、今日なんかぜひ皆さんにイメージを持っていただきたいなということで共有させていただくんですが、これすいません手前味噌で私のクリニックのホームページなんですが、そこにホームページするとよく医院の紹介の PDF なんていうのがよくこうクリックできたら落とせるというふうになってると思うんですが、そこにこう防がんマップのこういうタブをつけて、ここをクリックすると落とせるようにするなんていうふうにするといいのかななんていうふうに思っているので、将来的には紙だけじゃなくこういうインターネットのサイトとかのこのタブをつけて、そのタブの先のこのリンクをお渡しして貼っ付けてもらえるようなことができたらいいななんていうふうに思いますので、うちの病院はもうやりたいですとか、うちの会社でもやりたいです、うちのホームページに載せてくださいという方がいらっしゃれば、ぜひアンケートいただければと思います。ありがとうございます。ぜひアンケートの方よろしくお願いします。後ほどこれが終わった後にリンクをお送りすると思いますので、はい、嬉しいご意見たくさんいただいてます。岸田恵美子さん、病院にも欲しいです。会社内で健康に関するお話し会をしているので、ぜひ活用させていただきたいです。そういう会社さんも増えているのではないでしょうか。はい、ありがとうございます。ユミさん、ごめんなさい、病院はもちろんですよね。企業の健康保険組合で配布、学校のお知らせとしてお父さんお母さんに渡してねとか、カルチャーセンター、お年寄りが集まるから、いろんなご意見いただいてます。はい、これって A4 で印刷もできるように、かつ、ウェブサイト の方にも飛べるように QR コードっていうなんか二段構えでしているのは、いろんな方に届けたいって思いもありますし、なんか情報が必要な時に必要なタイミングで取れるようにっていう、情報もありすぎるとかえって混乱するっていうのが私たち体験者の経験だったので、そういうことを反映して、割と表のここのトップのところはシンプルになっています。はい、しかげさんとお読みするんでしょうか。トイレットペーパーにして医療機関だけでなく、スーパーとかいろんな場所のトイレに設置する、一つの素敵なアート作品みたいにしてスタバなどに飾る、いいかなと思ったら防がんマップだった、新聞の折り込みチラシにする。いいですね楽しいアイデアですね。ありがとうございます。ちかげさんですね。前田純子さん、ドラッグストアとか保険屋さんはどうでしょう。銀行に置く、ちかげさんも銀行に置く。あ、いいっしょ、クリアファイルにするとかっていうのは、これはチームメンバーですね。いけんですね。それもありでかもしれないですね。はい。足立さんからタブいいですね。病院の許可があればホームページにつけたいですねっていただきました。あ、前田さんとか少しお話できたりします？前田純子さんですかね。そうですね。ミュートにしていただいたら。厳しそうかな。もし、熊本の前田さん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。ご意見ありがとうございます。思いつくままに。
今あれお顔出しして一瞬くださったと思ったけど、前田さんこれ、純子さん、前田さんもクリニックとかされてたかと思うんですけど、そういった時ってやっぱこう情報とか伝える時って結構皆さん困ってたりすることってありませんか？ミュートになってるのかな。そうですね、すごく伝え方は難しいですよね。よくなんでしょう、いただいたりするパンフはすごく立派だけど長くて患者さんは分かりにくかったり、やっぱりパッとこう1枚であげられるものが一番いいなと思うんですけど、ビジュアルがやっぱりパッと訴えかけないと伝わりにくいなっていう問題を感じていて、このマップはなんとなくイメージ的にもしやすいし、まあ、1枚っていうのはすごく渡しやすいなと思っていいなと思いました。ぜひ前田さんのクリニックでも今後完成したら中身を拝見いただいて置いていただけたらと思います。すいません、突然当てちゃってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。では秀さんから最初の説明でもあったんですけど、ちょっと繰り返し皆さんに知っていただきたいことなので、途中参加で確認してないのかもしれませんが、なぜ棒がんとなったのでしょうか、がん予防の感じがするのですがっていうご意見です。これそれについてまーさんがメンバーのまーさんが書き込んでくれてるので、まーさん声出せるんですかね、ご説明できますか？あこんばんは皆さんどうもご参加の方々ありがとうございます。最初にスライドの時にもあったので答え書いてしまったんですけど、今一応大事なところなんで確認ということでチャットに書いたことを読み上げさせていただきますが、まあ、防災っていうのはあくまでもその地震とかは予防できないと、まあ、火山噴火とか地震とかは予防できないけれど、それが起きた時に備えることで、まあ、被害を最小限にしたりとか、まあ、いうふうに備えることでできることがあるように、まあ、このプロジェクトでは、まあ、ここではがんの予防ではなくてがんになった時に備えることをまず考えて、まあ、その中で、ひとまずその情報に溺れてしまって正しく道を進めないことがやっぱりあるということから、まあ、情報にまずはたどり着いて、まあ、少しでもその良い療養生活というんですかね、まあ、そういうことが送れるように自分の今ある立ち位置とかその場その場でできることに関しての情報にたどり着けるようなまずはマップを作ろうと、まあ、それが一つのがんになった時に備える一つの方策として今回マップを作るということで、あくまでもがんの予防ではなくてがんになった時に備えるためのマップということで防がんマップという命名になっています。そんな感じで大丈夫でしょうか、メンバーの皆さん。ありがとうございます。ご質問をくださった、お名前がヒデさんは今のを聞いてさらに質問が出たりとかもししたら、お話手を挙げていただくかチャットでまた書いていただければと思います。こんばんは。ありがとうございます。喋っていいんですか？お願いします。はい、今どちらに？いらした。はい、ありがとうございます。最終日、土曜日に登壇させてもらうんですけども、僕も僕今回この企画初めてで、まあ、今勉強させてもらってたんですけども、ちょっとどこまでどう言っていいのかちょっと考えながらちょっと喋るんですけども、こういうところっていう、例えば僕はね、京都で摂食嚥下障害の人たちにいろんな介護職とかそれとか摂食嚥下障害の人たちにどういうケアをしたらいいかっていうのを市民向けにいろんなことをやってるんですけども、やっぱりなかなか当事者意識っていうのは一般の人たちはなかなか持ってくれないんで、そういう啓蒙活動のリーフレットを作っても、私は関係ないですってみんなに言われてしまうんですよね。だからただがんはさすがに今2人3人に1人になる時代ですから、
うまいこと持っていったら、ね、そこにこういう、ね、アプローチが理解してもらえるのかなっていう気はするんですけども、そこのところに何かせっかくこういう、ね、いいものを作ってくれても、そこにどういうふうにその一般の人たちにアプローチするかっていうところに焦点を当ててみんなで考えるっていうのは、そういう作戦が必要なのかなと思って聞かせていただいてたんです。すみません、なんか横からね、あの差し出しいこと言っちゃって、はい、ありがとうございます。そういう話当初の頃なったんですよね、皆さん、はい、で、あの例えばここにびっくりマークニッシーっていう方は今保険を扱う仕事をされているので、そういう保険に入るようなタイミングでこういうマップがあったらいいんじゃないですか。そうですよね、うん、で、オグちゃんやあの人たちっていうのは何でしょう、今あの文科省のスタートで義務教育の中でがん教育をしているので、その子どもたちに このマップを見せて伝えていくことができたら、家に持って帰って親がさすがに学校でもらったプリントなんで見てくれるんじゃないかと思った、そんなことを考えている人も いましたし、僕なんかはやっぱり医師なので、あとそのよくちょっと体調悪くて病院行くので、さっきのあのクリアファイルに入ってたら、ちょっと自分ってもしかしてそうだったらどうなんだろうって待ってる間にすごい不安だからこそなんか調べたりするんですよね。食道熱い痛いとか医者でも調べるんですよ。なんかで、あのこんなこと書いてあるんだっていうふうに思ったりもするので、その時にそうじゃなくこの QR をこう拾ってくれるようになったらいいのかななんていうのが今僕らが出てきた中です。で、まあ、ちょっと夢は大きくなるんですけど、例えばハンバーガーショップのトレーの紙のところにこの防がんマップの QR が貼ってある、もしくはこのマップ自体があの紙に半分でもなってくれたりしたら、よりこう人の目には触れてくるので、まあ、社会のこういった情報のこう受け止め方とその並行してパラレルにこういうのを広げていけたらいいななんていうふうには話題には出てたんですけど、なんかそこぐらいだったんですよね。で、そういった活動してるヒデさんみたいな人にぜひここもいいんじゃないなんていうのがあれば教えてもらいたいななんて、すいません、なんか難しい振り方しちゃって、出てきたら教えていただけたらと思います。すいません、僕らもこのコロナのね、この肺炎のこのバーッとなった時に誤嚥性肺炎をどうやって知ってもらおうかっていうことで、広告代理店とかと一緒にそのまさにトレーのところに広告とかそういう啓蒙活動のやつを載せられないかとかいうのを、ね、やったんですけど、全くコストパフォーマンスが合わないという話になったりとかね。なるほど、あ、そうなんだと。だからそうするとやっぱりその人のがちょっとそこに関心が持つタイミングのところにいい感じで入るようなあのアプローチだから、僕としては例えば、ね、あの市民検診とかのところのクリアファイルとか、うん、ちょっとみんな元気なんだけれども、ちょっと自分の健康にちょっと不安を感じるようなタイミングっていうところにいい感じでいかないと、広告会社は全くそこに対してアプローチはしてくれないんだなっていうことを、ね、あの僕らあの あのいろんな体験をさせてもらってて、だからいいもの作ってるんですけど、結局そこをね、どうやってこう広めるかっていうところが大作戦なのかなっていうふうにして聞かせてもらいました。ぜひちょっとそこ面白いタイミングを作ってもらったらいいのかなと思うんです。はい、あとあの今回あの僕はあのキャンサー X でも活動しているので、食のセッションについてすごいこう興味がある中、今回これみんな僕患者さんには絶対食の話が出てくるのに、そこがちょっとまだ僕らがちょっと知識が疎くてこの中に盛り込めてないところなのかななんて今日話しながら思ってたので、今後ぜひあの一緒にこのマップに盛り込んでいただくような情報を教えていただけたらななんていうふうに思います。このサイト食だったらいいよみたいなのがあったら。そうですね、だからすごい面白いね、一般の人たち向けにいい試みだなと思って見させてもらってたんですけどね、そのちょっといろんな作戦をもうバージョンアップ、ね、一緒にできたらなと思うんで、ぜひぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ご意見いっぱいいただいてます。そうですね、あのあともう一つキャンサー X の、 あの事務所の方からちょっとありまして、メンバーの一言30秒でいいから一言ずつメンバーからもなんか言葉を欲しいというふうに言われてるので、もし最後に質問一つぐらいある方がいらしたらそれを伺ってから、メンバーも、まあ、まだ話してない方いっぱいいるのでお声を聞き、
一応流れとしては、時間通りに皆さんも夜遅くなってきますので時間通りに終われるように、あの最後にちょっと写真撮影などもさせていただければと思っております。ということで、ご質問、玉さんからいただいたちょっとご意見いいでしょうか。はい、どうぞ。シート磁石型にして冷蔵庫に貼れるようにしたらいつでも確認します。会社のホームページにもぜひ公開したいですというご意見いただきました。ありがとうございます。はい、本当にいろんなアイデアをいただいて、これ保存して後ほどミーティングでまた検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあご質問はありますでしょうか。大丈夫でしょうか。ご質問またアンケートでもきっとね、そういったお声やご質問はお受けしますので、もしかしてこれ録画で見てくださる方もいるのかなと思うので、そうですよね、そういうのもライブでなくてもご意見ご質問ぜひお寄せください。じゃあまだお話ししてないメンバーの方、皆さんなんか30秒だっていうみさみささんから事務局の方から言われているんですけれども、なんだろう、 お名前、そしてこの地図にかけた思いとか一言で30秒なんていけるのだろうかっていう感じですけれども、どなたからお話できそうな方から手を挙げていただけたら、で次の方を指名する、一人だけ最初の方が決まればあとは次の方を指名していただくということで、サクサクいけたらと思います。あ、ニシ消えた。あら、ニシに当てようとしたらニシが消えちゃった。じゃあクイー先生は、はい、お願いします。もう私が一番の方を当てております。皆さんこんにちは。はじめまして。今京都で使用内科させていただきますベトナム出身のクイーです。現在ベトナムのがん関連のリテラシー向上するイベントもやってますけども、まあ、このがんマップの作成の中で。いろんな知見をいただきました。その中でやっぱり周りの人がおそらくがん患者さんに質問されるので、こういう知識も結構大事かなと、いろんなところに貼って、まあ、そうなった時にこうするみたいなことぐらいは知ってほしいと思いましたので、ぜひ日本でもベトナムでも広げてほしいです。お願いします。ありがとうございます。じゃあ次の方を指名してください。すみません。そしたら、青島先生、お願いします。はい、ありがとうございます。石川県から参加しています。血液内科をしています。青島と言います。まあ、私も最初から、参加してたんですが、まあ、最後の方はちょっと他の仕事で立て込んで、なかなかお手伝いできなかったんですが、まずはネット情報が溢れすぎていて、正しい情報、まあ、あるいは情報いっぱいあると思うので、まあ、それを今間に合わないように、まあ、迷子にならないようにしたいというのが、まあ、一番のものですね。でこれで正確な情報にこう近道を、ね、作れたらいいなというふうに思っています。今日は皆さん参加ありがとうございます。そしたら次は、また結構喋ってました。たらひろしさん、お願いします。はい、はい、ひろしです、はい。よろしくお願いします。1年ぐらい前の、ミーティングのところから参加して、このグループに参加しています。まあ、自分が経験したことを、少しでも活かせたらなと考えています。まあ、今はね、こうやってきちんと話できていますが、舌がんの経験者で、話をするのも食事をするのもままならない時期もあったりしました。まあ、そういうところもね、いろいろあるので、少しでも、そういう自分が経験してきたことを、皆さんというかね、そういうところに還元していけたらなという思いで、活動しています。よろしくお願いします。はい、では、誰だ？西、大丈夫ですか？はい、すいません。肝心なところで消えまして、一応申し訳ありません。はい、私はですね、半年ぐらい前でしょうかね。タロン先生に、命を助けていただいた患者として、招集されまして、皆さんと毎回楽しく
いろんなことを話させていただいている状態です。まあ、私の中ではですね、できる限りこの病気になった後もですね、楽しく前向きに、なれるようにということで、私もこんな状況ですが、当時は真面目に悩みました。もう情報量が多すぎて追いつかなかったんですね。まあ、その過程として本当に小さい子から、若い子からおじいちゃんおばあちゃんまでこれ見ながらとにかくこの先明るく前に進んでいけるような情報提供できるようなものになっていけばいいかなと思ってますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。次の方を西さん、あれはい、すいません、そうしましたら沢っ子さん、行けますか。はい、横浜から参加しています。沢っ子、武田沢っ子と申します。乳がんサバイバーです。で、がん教育ですとかピアサポートだとか、まあ、そういったこととても興味を持ちつつ、あとキャンサー X はもう第1回の日比谷に参加させていただきました。そして若い人たちのっていうんですか、このイベントの企画力、それを行動に起こすってことがすごいなって思ってて、まあ、今回このグループに入って実際にここまでの形に出来上がる。で、参加してすごい良かったのは、もう医療者ですとか、患者さん同士だとか本当に立場が違う人たちがこうやってこう話ができるので、そのオンラインの良さっていうんですか、それも思いながらあっという間にこの1年過ぎてきた充実した時間を過ごさせていただいています。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、じゃあ改めてマキリンお願いします。はい、中澤真希です。東京都から参加させてもらってます。私は乳がん体験者です。自分の体験を通して、やはり小さいうちからもっとがんのことを知っていれば、もしなった時にでもその知識が力になると思ったので、がん教育にちょっと携わらせてもらっていました。で、このマップに参加させてもらったのは5月の発表を見させていただいたときに、ぜひこれをがん教育に取り入れたいと思いまして、子どもたちからこう親に渡してもらって家族でがんを考えるきっかけになればと思って、今一緒に参加させて頑張らせてもらってます。どうぞよろしくお願いします。やるたびですね、次の方を、おぐちゃんお願いします。 ありがとうございます。でも私さっきちょっと話したので簡単にお話しさせていただければ、なんかこのチームが始まった時には全く皆さんの意見もバラバラだろうし、環境もバラバラって思ってどうなるのかなって思いました。でもこの思いは一つというか、このがんに動揺してしまう本人、家族、みんなのためにこういったマップがあったらいいんだなって思うところの気持ちが一つっていうのは、全国しかも海外とつながってこのプロジェクトができているということで、今日ご参加の方にも新しく入ってもらってどんどん広がっていけばいいなって思っています。ありがとうございます。ではお次を、皆さんお話しされておりますか。人数多くて。清香さんはこれからですね。清香さん、お願いします。はい、千代香です。先ほどお話ししたので私も簡単に、乳がん体験者です。ですね、乳がんに最初になった時に歩いて入るお化け屋敷に真っ暗なところにボンって放り込まれたような気がしたんです。で、地図があればなってすごく切実に思ったのと、それから子どもにこう話す際にも、お家へ帰ってプリントを渡す際にも、です小学校でがん教育をしてるんですけれども、お母さんたちが日本語が読めない方とかいろんな方がいらっしゃるので、これだったら本当にわかるなっていうふうに思って、毎日感動しております。これからもよろしくお願いいたします。はい、あとマー先生まだですよね。はい、よろしくお願いします。私も先ほどお話しさせていただいたんですけど、私は横浜で緩和ケア病棟の医師をしております、マートリーと申します。緩和ケアというとですね、まあ、がんが治らなくなった方の、まあ、お世話をする場所というのがやっぱりイメージだと思うんですけれども、今ではその診断した後からはですね、もう困りごとを支えて少しでも過ごしやすい療養生活を送ってもらうための
サポートすべてが緩和ケアというふうな扱いになってますので、このマップを作って活用いただくっていうことも緩和ケアの非常に大事な一つの面だと思いますので、こういうところに携わる機会があって非常にありがたいなと思っています。まだこれから詰めなきゃいけないところもたくさんあると思いますし、やっぱり一番こういう先ほどからあるようにこのマップをどう広めるかっていうところが実は一番ネックになるところかとは思いますので、ここから必死にまた頭をみんなでひねって頑張っていきたいと思いますので、まあ、今日観覧いただいた方もアンケートになんかチャットに書ききれなかったこともですね、たくさん書いていただければマップの助けになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。マリコさんお願いします。私、じゃあ、はい、ありがとうございます。手短に。最後の方がよかったかな。いやいや、私、モデレーターやりますって言って、名前だけ紹介して、自分が体験者っていうことをすっかり飛ばしていたので、そこを、最初に私は乳がんを1回、そしてその9年後ぐらいに白血病が発症し、またその後乳がん再発という3回のがん体験をしています。で、やっぱりその時々で同じ乳がんでもやっぱり必要な情報も変わってきていましたし、数年間例えば情報がん治療はどんどん進化しているので、昔の知識とかもやっぱり役に立たないということで、こういった整理された情報っていうのをアップデートしながらなんかみんなで共有できるっていうのがすごくいろんな方のなんか助けになるのかなって思っていて、このプロジェクトがまだ走り出した1年は経ったんですけども、まだひよこちゃんだと思うので、これから大人の鳥になれるように羽ばたけるよ、鳥って鶏は羽ばたかないかもしれないんですけど、とにかく大人になれるようにみんなでやっていきたいなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。秋さんと、こちらこそ、秋さんと太郎先生はもう最後の締めのお言葉とかを、じゃあ秋さん。はい、まあ、私も自己紹介はしたので、やっぱりこのマップは届かないと、使ってもらわないとやっぱり意味のないものだと思うので、これからどんどんその方法をこの仲間とともに考えていきたいなと思うんですが、今日来ていただいている皆さんからももっともっとたくさんアイデアがあれば教えていただけたら嬉しいなと思います。これからも私たちをどうぞ見守ってください。よろしくお願いします。では最後、太郎先生。はい、まあ、先ほどマーさんから、まあ、その緩和ケアというものは早期から始まる、でもなかなかやっぱまだ終末期であるみたいな話も出てて、まあ、このマップも通じて伝えていきたいんですけれど、キャンサー X、ワールドキャンサーウィークはですね、このあと4日5日と続いていくのですが、5日には今日ここに実は来てくださってる池内さんって方がいらっしゃるんですが、まあ、私があとその冒頭にも轟さん来てましたけれど一緒に登壇して、まあ、その治療選択で治療に鍵括弧をつけました。でそれはなんかいろんな思いから鍵括弧をつけたりもしてましたので、ぜひ本セッションの方も防がんマップだけでなくご参加いただけたらなっていうふうに、ちょっとキャンサー X のメンバーっぽく宣伝を兼ねてお話しさせていただくのと、まあ、あとはこういったこのマップを伝えていく上で、やはりこの今後は自治体の人にもぜひこうつながっていけたらななんていうふうに思うんですけど、今日横浜市から古賀さんが来てるんですが、時間も結構あるんですけど、古賀さんってお話ししていただけたりってできますかね。ありがとうございます。マイクがミュートになっておりますんで、ありがとうございます。すいません突然降っちゃってすいません、こんばんは、横浜市役所の古賀と申します。横浜のなんだ医療に携わっている先生方も参加されているのと、あと昨年でしたかね、キャサー X の皆さんからアイデアソンでいろいろなご提案をいただいたので、その中のこのずっと活動が続いている防がんマップ のグループをずっと見守っております非常に、はい、デザインもとっても良くなって、すごくこうやって使うんだなというのがだいぶ分かってきましたので、ぜひよりよくなって
ぜひ横浜市役所のホームページからダウンロードできるようになるまでよくよりよくしていただけると大変ありがたいなと思います。はい、引き続きどうぞ皆さん頑張っていただいて、私も楽しみにしてますのでよろしくお願いします。じゃあ感染症落ち着いたらみんなで横浜市役所、新しく建て直した市役所に行ってもいいですか？ぜひはい、ご提案に来てください。じゃあその後美味しいもの食べれる時代が来ることを祈って頑張りたいと思います。先ほどご紹介した池内さんからもコメントいただいたので、もしよろしければ池内さんもお話しいただけたらと思うんですが、可能でしょうか？ご紹介ありがとうございます。すいません、はい、本当にこのペイシェントジャーニーに沿ったこうマップって本当に見ていて、こう目で見てすぐに分かるので素晴らしいアイデアだなというふうに思いながら拝見していました。ぜひ実物を手に取ってみたいなという今気持ちになっています。本当にご紹介いただいてありがとうございました。ありがとうございます。突然なのにすいません、ありがとうございます。いえいえ、ご紹介ありがとうございます。じゃあ写真ですね。そうですね、最後そろそろお時間でもありますので、一応記念写真というか撮りたいと思います。でお顔出しが大丈夫な方は最後だけでも写真を撮っていただくというのと、すでにもう常連さん中村さんとかはキャンサー X の手をやってくださってるんですけど、右手で C ですよね、はい、右手で C、はい、左手、私いつもこれ自分から見てと向こうから見てと分かんなくなっちゃうので、手を親指と人差し指をバッテンのようにすると X のようになるんですね。こういう形にしていただいて、こう写真撮ってくださる方って決まってたと思うんだけど、誰でしたっけ？事務局でも撮るので大丈夫ですよ。お願いします。はい。私の方で撮らせていただきます。はい。しばらくこのままで、満面の笑みでお願いします。カメラ目線で。はい、それでは皆様何枚か撮っていきますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、いい顔、しばらくちょっとお願いします。何枚か撮っていきます。ですね、ちょっと。何ページか、はい、ありがとうございます。とってもいいお顔されていました。ありがとうございました。皆さん、ご参加いただいてありがとうございました。最後、事務局の方から何かご連絡ありますか？はい、参加アンケートの QR コードもここに出ておりますので、これを写メ、なんていうんでしたっけ、携帯でパチリとやっていただくとアンケートのフォームに行きますので、ぜひご意見ご感想、そして、質問、または将来的にこれを広めていく仲間になりたいよっていう方なども、ご記入いただけると嬉しいです。他に事務、太郎先生、事務局の方から、チャットでもアンケート URL 今貼っていただいてますよね。だからそちらからでも行けますので。そうですね、はい。なんか先ほど会場からの質問で答え切れてなかったなっていうのに、どんな視点がこう視野が変わりましたかみたいなことも言われたかと思うんですけど、やっぱり一番はいろんな立場の人と話し合いして、なんかもうかなりけんけんがくがく夜中まで話した日もあったじゃないですか。やっぱそういうのってなんかこうすごく僕は大事だし、今ねみんな笑って思い返すような話なので、このコロナの中すごく充実した1年だったなというふうに思うし、それがこれからも続いたらななんていうふうに思いますので、ぜひアンケート書いていただいて、そのつながるっていうのもこう何かを起こすときって情報を得て、そして誰かと相談するって、その相談っていうのが今回すごくよくできたななんていうふうに思いますので、防がんマップっていうのは情報なんですけれど、でもその背景にはすごいそのつながるコミュニティみたいなものができ始めているので、ぜひアンケートいただけたらと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。では、はい、では皆さんありがとうございました。はい、では、お開きとさせていただいて、はい、事務局から最後は笑顔で手を振って皆さんお別れしましょうと書いていただいてますので、じゃあ皆さん、ご参加ありがとうございました。手を振って最後、ありがとうございました。はい、さようなら。さようなら、おやすみなさい。ありがとうございました。